じゃあ、はい、買いに行こうか。お、行きましょう。一応、はい、あの、じゃあ、はい、教えて。もう俺も、ね、今まで履きやすい靴しか履いてなかった。1年に4回着てほしいから、たけしに。1年に4回あの夏、秋、冬、春。あ、全部ちょっとオールシーズン。絶対夏。俺じゃないですか。だから靴とかも頼むで、全部っすもんね。もう全部。もう全部っすよね。うん、いいですよね。あ、いいです。あ、できれば100発、100中ね。いやこれ難しいですよ。全然、大きめもありっていうのはちょっと、なんとなくいや、ありやったの、大きめは。大きめ…来てんだ、今日。はい。いや、だいぶ痩せましたね、でも、本当に。でも、たけしとなんか 4日前ぐらいに飯行って、はい、行きましたね。あの日、こう、行った時にさ、はい、髪型とかも、みたいな。ああ、なるほど。ちょっと、だから、いや、任せてください、ちょっと。いや、これはもうやるっきゃないっすよ。ちょっと。いや、俺、だから最初の白木、だいぶショックやってる。これやって、これ。だからね、そう、ものによりますけど、やっぱ、それはさすがに。ほんま？ね。いや、あります、あります、あります。ありますよ。こうじゃん。いや、そうっすよね。確かに。いや、そうですよね。そうじゃない。うん。近く。25とかしますね。パンツも3万ぐらいしますね。こんなさ、ごめんな。今、はい、たまたまめくったら、なんか、はい、僕、なんなんこれ。これ僕の好きなフレッシュサービスっていうところ。ちょっと、インナーじゃないやそんなもん。インナーじゃないです。これ T シャツです。お前は言っとく。お前はやねん。はい。今日、こんなにしようか。OK です。ほんまに？なんか…はい。これ、これお財布です。これもおしゃれと。これもおしゃれです。これも1個のアクセサリーです。じゃあ店員さん、すいません。はい、これっておしゃれなんですか、こいつ。どうすか？いや、でも、サイズ感だったりとか、はい、非常にいいなと思ってます。あと3枚切られてるとか、はい、やっぱおしゃれは我慢だと思うので。2個ぐらいいいのあったんで、はい、あとでまた買いに来るかもしれないです。よろしくお願いします。その時はカメラ回さなくて、普通多分営業時間中だと思うんで、すいません。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。